生配信出れるか出れないかギリなんで、ここで僕が39ポイント以上出せばもうコーチは脱落ですよね。そう、コーチ交換と、あ、もう赤ゴーラ打っちゃった方がいいんじゃないですか、この段階で打っちゃいましょう。あ、いけ、バナナ踏んだ方がいいですね、今うるせえな、コーチくんなんでよ。いや、こっちはかかってんすよ、出れるか出れないか。これ左行った方がいいですよ、絶対。そう、つけよ、一回バックとか締めちゃっても大丈夫とか、一回やろう。あれ、あ、抜かれるんじゃない。あ、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 ゲーミングルームマリオカート最強決定戦予選、マリオカートパンパン。さあ、今回はマリオカート最強を決める大会に向けた予選会を行いたいと思います。本日予選に挑戦してもらうのは有岡大ちゃん、よろしくお願いします。大ちゃん、なんか椅子がでかく見えるな。確かに確かに、ここになんかあれ、こんな大きかったでしたっけね。椅子が大きく見えるんだけど、椅子に包まれてる感がいつもよりすごいですね。そうですよね。どう、マリカー自信は。いや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 、なんかメンバー決めの時にやらせていただいたじゃないですか。あの時は調子良かったですよ。ウエストとやったんだね。ウエストとザカミちゃんとかと。その時はね、あの好成績残せたんですけども、あの慎太郎のマリオカートのプレー見てちょっとショック受けちゃった。ショック。ショック。なんかカルチャーショックというか。あ、何、今マリオカートってこんなテクニックあるのみたいな。はいはい、ありますね。なんかアイテムだったりとか使うタイミングみたいな。打開とかさ。打開。打開。知らない？知らない。見てないんだ、慎太郎の打開。打開って何？びっくりしたよ。何何？なんかレベルの高さを見せつけられてですね、そこからちょっと僕もマリオカート頑張んなきゃと思って、ね、練習しているぎと。練習とか、うちのね、マネージャー君がですね、マリオカートすごい持ってないんだけどすごい好きな子がいて、持ってないね、その子がいろいろと変なマネージャー、変なマネージャーですね。マリオカート欲しくなりますよねって言いながらいつも動画を見てる人なんだけど、変なマネージャー、それは知識だけはあるみたいな。そうそう、その子がいろいろと僕にアドバイスくれまして、ちょっと今日は持ってないやつからな。そう、多分あれじゃないですか、遠回しに買ってって言われてるじゃないですか。僕に買ってくれた。そのマネージャーさん来てんの今日。今日はね、来てないんです。今ね、ちょっと地方行っちゃってるんですけど。なるほどね。だからその子のためにもちょっと今日頑張りたいんですよ。そうですね、今まで4人挑戦しまして、あ、タマが今トップの55ポイント高い。高い高い。で、僕が46ポイントで2位と、うん、で3位がジュリーの43、はい、コーチが今ビリで39ポイント、はい、いやいや、まあ暫定今この4人で今生配信いけるって感じですからね。そう、今はね、はい、暫定ね。だからここで僕が39ポイント以上出せば、もうコーチは脱落ですよね。そう、コーチ君と交換と、うん、あ、もう引きずり下ろしてほしい、早く。いやいや、コーチやった感覚どうだったの。やった感覚っすか。いや、でももう一回やりたいなっていう、家に帰って反省はしましたね。思ったより難しいんだよな、緊張するし。そうなんですよ。そうだね、確かに。普段ね、みんなでワイワイやるのとは違うもんね。いや、そうなんですよ。アイテム一個取り残すと、もう、あ、終わったってなりますよ。そうか。あと予選ってあれでしょ、だから今回コンピューター相手と走るわけですよ。そう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 。またコンピューターも予測できない動きしたりするからね。そうなんですよ。アイテムとかも。こう、ゲーミングルーム16人のうち上位4名が決勝進出ということ。いや、行きたいです、それはもちろん。はい、番組初の生配信でお送りします。決まってんだよね、生配信することが。そうなんそうなんですよ。上位4名がその生配信で対決するということで、うん、本番前に1コースだけ練習とかできますけど、どうする？やめとこうか。やめとこうか。お願いします。やるか。練習する？一瞬だけ。いやいや、いや違うの、今日いろんなコントローラー触ってるからさ。俺とコーチは何もなし。ぶつけもできました。いや、でも待って、その前にいろんなコントローラー触ってなかったでしょ。そうそう、後輩がやってないですよ。じゃあいいよ、行きますよ。やったんだ。やりませんよ。なんか後輩がやったみたいな。行かなかったんだろ。行かなかったっすね。じゃあちょっとアクセル A だよね。ちょっとさ、それはやっていいですか。なんだよ。やった方がいいですよ、後悔しますよ。どっちだよ。俺らめちゃくちゃ後悔します。俺らは後悔しますけど。ちょっと、ほんと一瞬だけ。あ、オッケーオッケー。そうっすね。答え待ってくれていいっす。もうこれでいいです。まあ、操作だけは時間飛ばせないんで。もうこれで。これ何かこれ選ぶかも意外と大事なんですよね、本当は。そうなんでしょう。そう、そうなんでしょう。じゃあそうだと思う。おそうでしょ。はいはい。ドリフトとあとアイテムとね、ちょっとね、やっぱこの調整というか手に馴染ませないと。もうキノコ使った方がいいんじゃないですか、もう。え？もうキノコ使った方がいいんじゃないですか。大丈夫か。
あ、めちゃくちゃいいっすね。違うんですよ、これめちゃくちゃ。もしやなんですけど、鳴らし、鳴らし、これ、え、下手ですか。いや、下手鳴らし、鳴らし、練習しなかったらやばかったんじゃないですか。鳴らし運転ですから。あ、ちょっとちょっと僕さん、もう一だけ、もう一だけいいっすか。お、お、たまらん。 OK です。おーい、やらせてください。練習以上ということで、グランプリの 150cc で、これ150が意外と強いんだよな。そうそう、いや僕今までずっとね、村人とか使ってきてたんですよ。ミーでもいいですよ。でミーもね、考え、使おうかなと思ってたんですけど、はい、そのマネージャーくんが、絶対、絶対悪い字使えって言うんですよ。へぇ、悪い字がいいと。で、花ちゃんバギーにしろって。変なマネージャー、変なマネージャー。そんで、ここでプラス押すと詳細見えます、ここね。はい、でももうマネージャー情報入ってからいいってことですもんね。そう、なんて言ってたかな、ま、あ、それ忘れちゃったんだ。忘れたのか。それ忘れちゃったらやばいっすね。ないよ、なんて言ってたかな。タイヤはなんでそのちっちゃいやつなんだ。なんかスカイローラーにしろって、絶対これだって。変なマネージャーだな。クモっつったかな。しかも今日いねえのがもっと変、本当に。クモかな。そこでいきます。で、カップどうしよう。カップ何にするんですか。いや、本当にどうしよう。やったことないやつやりましょうよ。やったことないやついく。こっちは生配信出れるか出れないかギリなんで、何にもあれですけど、得点取らないでほしい。じゃあ、そう、じゃあ新カップ行こうよ。お、うん、パワフルカップ行くよ。行こう。パリ、パリ行くよ。いいんですか、それで。いいんですか、それで。もう行くよ。もう始まっちゃったもん。もう始まっちゃったよね。なんかあんま納得いってない。絶対決めこかった。ここでちゃんと結果残せば。いや、まあそうですね、結局そうですね。パリ、パリで頑張るわ。まあ、ポイント返せ。若い専門だ。終わってからやばいで。ダッサイでも。勝てばいいんでしょ。そうです、そうです。勝ちはいいんだよね。そうでしょ。お、スタートダッシュ成功。まあまあまあ、あ、いいっすね、このパリの街並みを見ながらマリオカート。大ちゃん、パリ行ったことあるの。パリ行ったことないのよ。え、でもジャンプ何人か行ってました。知念とね、高木がね行ってましたよね、はい、これ多分結構ショートカットがあるコースだな。あ、そうなんだ。そんな感じします。あ、フェルトが行ったよ。適当なことやがる。大ちゃんも2位だよ。え、これそっちだもん。いや、そっちがショートカットもあるってことなんです。こっちでもいいですよ。あ、それ真っ直ぐ行ったら、なんかそんな雰囲気があります。あの、これ左、右、左、左です、左ですね。なんかそんな感じがします。適当だな。でも2位につけてますよ。あ、もう赤コーラ打っちゃった方がいいんじゃないですか、この段階で。打っちゃいましょう。バナナ飛ばして赤コーラっぽい。打った方がいい。打った方がいい。打っちゃいましょう。見えんよ、もう今。打っちゃ、今来てますから、赤コーラ。ほら。おー、ナイス。よし。あ、これショートカット多いわ、絶対このコース。あ、そう。はい、そんな気がします。あ、来ましたね。あ、いけ、バナナ踏んだ方がいいですね、今。うるせえな、コーチくん。なんでよ。いや、こっちはかかってんすよ、出れるか出れそうか。バナナ始まってんだな。皆さん気づい、ようやく気づき始めたと思うんですけど、こっちストーンで一番性格悪いです。いや、これさ、怖いのがさ、本当マリオカードってさ、最後の終盤に何が起きるか分かんないよ。いや、マジでそうなんですよね。あ、来た。なんかほら、こういうことが起きるじゃん。イエーイ、イエーイ、やめろ。いや、でも花ちゃんバギー確かに走りやすいような気がするな。めちゃくちゃ貯金してるやん。貯金10円あるよ。貯金してる。エンジンやめて。そう、10ドルとかね。てか、あれなの、みんな予選の時こんなやっぱ喋んなきゃいけない雰囲気なの。うん、いやいや、もっと喋ってましたけど。あ、貯金しましょう、貯金。なんか、本当の自分の口座に入るんだっけ、この声。そう、入ります、入ります。あ、そうなんだ、はい、なんか逆走してたよ、今。違う、あれ、大丈夫、合ってる道。どうっすと貯金しちゃった方がいいんじゃないですか。貯金しちゃいましょう、もう。いや、いいや、もう今満杯なので。貯金満杯、すげえ口座に入ってる、それじゃ。へえ、いいなぁ、いいなぁ、頑張ろう、夢がある。ちょうど税金。おぉ、アングル変えた。余裕あるね。こういうちょっと遊びも入れてないけど。でもハト、ハト、あ、踏んじゃってよかったっす、今の。めちゃめちゃ余裕じゃない。なんかいけそうっすね。え、なんかってか上手くないっすか。今んとこいけそうっすね。なんすか、この面白みのないこの感じ。面白みでもないよ、予選だから。あれてか、ダントツじゃないですか。ダントツっすよ。いや、褒めてよ、パリだよ、パリ。いや、パリは褒めますよ。あれ、なんかねえ、なんか、なんか、いろいろとなんか起こさなきゃいけないやつなの、これ。いや、そんなことない、そんなことない。あ、よし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 。大ちゃん、大丈夫か。あれ、これもしかして慎太郎の技かな。いいアイテムを取るための。え、なんだっけ、さっき言ってた慎太郎の技。打開ね。打開やった。打開やるときやった。これが打開っすよ。そう、これが打開。あら、どれですか。口座ゼロになっちゃいますけど。
今5位につけてますね。まだまだいけるね。まだまだ、ね、お、いいよ、いいよ。あ、いいね、バナナ3に赤コーラ。バナナに3付けするんだ。すげえ、めっちゃ行ってみた。うわ、うまい。性格悪い字だな、マジで。性格悪い字。うるせえな。ぶち切れてましたね。ぶち切れてました、映画。いいじゃん、大ちゃん。てか、うまい、有岡君。なんか。コーチはバイクで走ってたのにな。いや、そうですよ。あ、まあ、バイカーなんだ、やっぱ、マリオカートに。乗ったことないバイクに乗りました。てか、もう、ゆうせい君が次、明日自分がチャレンジするものだから、すっごい本気で見てる。研究してるんですよね。でも、やっぱ、そういうことでしょ。きっと、上位がもうガチで戦うわけでしょ。多分、結構みんな本気でやってますよ、これ。結構ガチっすよ。で、しかもまだこの後、慎太郎とか、カニちゃんとかが控えてるわけ。ウエストやってないですもんね、まだ。そっか、確かに。あれ、スノーマンもやってないのかな。スノーマン、何はもう。何はもうか。確かに。いますよ。ってことは有岡君ももしかしたら脱落する可能性もある。可能性もある全然。そうそうそう。いやでもここから4人一気に60ポイント振るやつが現れる可能性もある。赤コーラ来たよ。お、え、あ、青コーラ俺来たよ。そうなんですよね。だからうまー、でも最後でも余裕だね。赤コーラ来た。あー、狙われてるね最後。あれ、あ、抜かれるんじゃない。あ、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 あれ、あ、じゃあ、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 イエーイ。いや、だからこっからもう1位連続取ってもタマには届かないのかな。全1位でもタマに届かない。届かないっす。そうね、タモリ君やっぱめっちゃ強かった。タモリ君だって最低が3位だったんですもんね。最低3位だった。おお、さあいけるいける、大ちゃん。あー、うまい。あー、うまい。打開しなかった。これ懐かしくない？ここ知らない。知らない。知らない。あれじゃん。いや、ほら、これ懐かしいじゃん、これ。わー、あった。スーボミ、スーボミ。あ、え、64？ どんなだったっけ？64だっけ？いや、こんな暗くなかったっけ？暗かったかも。この音楽も懐かしい気がするわ。え、こんなとこありましたっけ？モーモーファームみたいなあった。あ、モーファームね。モーモーファームありましたね。え、これなんだっけ？チョコレートマウンテン。チョコレート…あ、チョコレートマウンテン？これ。あー、懐かしい。マジで？これ、リーズでありましたね。リーズになった？あれ？ないか。あった気がする。いいんだよ、いいんだよ、コーチ。間違えてもいいから。優しい。チョコレート。あ、なんか覚えてる、この動画。これありましたね。あった、あったよね。あった、あったわ。リースじゃん。64じゃない？ 64 でしたっけ？リースの64だから、リースでも。64でリースぐらいか。間違えるのは悪くないから大丈夫。なんか圧倒的な差が開いてるよね。いや、なんかすごくね、なんかこんなコンピューターてか、マジでうまいの。なんか覚えてんだよな、コースこう、やっぱり染み付いてるんですよ。でもコンピューターの強さ、みんなと一緒。なんでこんな差つくんですかね。それだけ 50cc ってパターンあるよ、これ。え、大ちゃん 50cc にした。いや、こんな記録書もしてる言い方だな。いや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 、違うじゃん。だからさっき見た草でも本当に最初余裕でもさ、まあそういうパターンありますからね。本当いろんな1位はいろんなアイテム取れますから。いろんなものに当たってさ、引きずり下ろされる時あるのよ。さあすごい、さあすごいっすよ、これ。ほら、そうですよね。あ、貯金できましたね。貯金、貯金満杯だから。あ、本当だ、貯金満杯だ。貯金いいんじゃない。いや、なんかテレサとかほら取られる可能性あるから。あ、テレサに取られるときはお金を渡すんですね。コインだったら取られても金が回ってことですかね。これはもういけるでしょ、なんか。いや、でもほらね、でも差が圧倒的すぎますよ。どんどん狙われる。ルイージが来てるのよ。さっきもやられたルイージ。これ余裕っすよ。おー、いいね。あ、いけるね。おー、ギリ。おい、早い、マジで早ー。巻こうとしてる？もしかして。いやいやいや、早くゴールして。いやいや、変わんねえから。あれ、待って、俺と同じポイントじゃないですか、これ今。あ、今現時点でコーチ君と並びました、僕。最初です。あ、もう最終か。早い、あっという間。どこ？やってないみたいな。難しいんじゃない。うわあ、あー、ウィーのね。これ知ってる。このぐらい知ってるわ、これ。ここ知ってるわ。ここナッツマール。これ左行った方がいいですよ、絶対。そう、つけよ。絶対左です。わかるよ、俺迷った時は左です。そうそう、左。てか、ルイージ早いの。早いのよ、強敵ですね。今回はライバル、ルイージ。あ、ルイージ対ルイージ。あ、いいアイテム。
悪い方が強そうだよ、ね、結局な、悪いやつは勝つよ。うまいな、めちゃめちゃ覚えてますね、コースてか、うまい。なんか、今やったことあるからね、ウィーでね。でなんだかんだやったことないコースだと思って選んだとこが意外と身についてたりして、新コースとはいえさ、案外ラッキーだったってことかもしれない。いい歌詞だわ、こりゃ早いな。知ってるもんね。あ、車ね。そうそう、車ありますね。懐かしい。めちゃめちゃ懐かしいな、このこっち行く、どっち行く。あ、右ですって。絶対右です。はい。迷ってるから右だね。さあ、はい、やったやった。よし。早いね、大ちゃん。上手。大ちゃん、圧倒的だよ。やだ。俺のライバル、ルイジどこにいる今。ルイジ、だいぶ一回待つか、じゃあ今ね、キノピオが次ですね。そうね、一回ルイジ待とう、ライバル待ったかじゃない、一回待とう。あ、いいっすね。 あ、ほら、来てるじゃん、ルイジ、やっぱり、うん、やっぱりルイジだよ、俺のライバル。でも結構距離ありますよ。ある、はい、あ、はい、あ、一回バックとか締めちゃっても大丈夫とか、一回やろう。確かにね、ジョーが落ちてみても一回待つ、一回、そうっすね。ちょっとハラハラ感足りてないっすね。なんか 見応えはないですね。ほら、僕からほら、最終目なのよ、全部、全てはほらほらね。でも、ルイジも当たりましたね。見えない、見えない。いやこれ、うまいな、やっぱね、早すぎますね、ちょっと。さっきの4位が結構痛いんだよ。あそこがそうっすね。これ、マジで1位に行くの全然可能でしたよ。ミカメはいいじゃん、圧倒的ゴールだよ、ゴールだ、わー、主張だ。でもほら、トゲコーラとかさ、いや、もう来ないんですよ、もう来ないっすよ、もう来ないんですよ。ありがとうございます。何この感じ。いや、なんかデッドヒートがあんまなかったね、今回。やったじゃない、デッドヒートの末のだって僕4位なんですから。はい、うまいなっていう感じ。まあ、見応えは別として、ヒントは相当良かったということで、やり直します。まあ、結果は良かったですね。まあ、そうですね。大ちゃんの点数は54ポイントでした。高っ。現状タマに次いで2位。2位ですね。2位だ。どうでした、やってみて。いやいや、悔しかったですよ。だから4位でね、終わっちゃったところが、まあ、上位で2位、せめて2位、1位です。ちょっとポイント稼ぎたかったっすよ。もうコーチがかわいそうで見てらんないんですけど。どうしたコーチ君、なんで。いや、僕は39ポイントだったんで、うん、まあ、この段階で1、2、3、4、脱落ですね。そうで、生配信の日は僕はお家で見てればいいって感じなんですかね。そうだな。どうなんです、生配信の日は4人だけなんですか、本当に来るのは。プラス、まあ、何人かガヤが、ガヤが。もうコーチ君はもうガヤ、ガヤ頑張るんだ。よし、ガヤ枠オーディションを頑張りたいと思います。いや、そこもオーディションあるんかい。ガヤ最強決定戦予選からやらないといけない。誰が一番いい。10に入るな。盛り上げられるか。だから4人の時は本当みんな多分真剣だから。本気ですもんね。喋れないと思うんだよ。確かに、うん。だからその分やっぱコーチ君の。確かに。そうだね。喋りが、うん。でもやっぱちょっと玉森君と有岡君が群を抜いてうまいな。確かに。そうですね。いや、でも昔たまに勝ちたかったですよ。でもまだやってない人いっぱいいるわけですよ。結構多いっすよ、ね。まだまだ強いのが残ってるから。そうだよ。他にもみんなうまい子いっぱいいるからな。うん、でも全然ジュリーも油断。油断できないもんね、43ポイントって。はい、もうだから逆に油断してますね、もう。逆にどういうこと果たして60ポイント取るやつが出てくるのかっていうところで、いるんじゃないですか、出てくるかもしれない。いや、でも慎太郎とかそう自信あると思うし、もうそうね、全員落ちる可能性もまだまだあるから、あります、ね、油断はできないということで、この後の予選会も楽しんでもらえればいいんじゃないかなと、はい、よろしくお願いします、思います。この動画がいいと思った方はグッドボタンと、そしてチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。またねー。バイバイキュー。